トレーボン、アンドリュー・ドーエイン・ロビンソンは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州ロサンゼルス出身のプロ野球選手、宇藤良だ。2021年現在は、独立リーグアトランティックリーグのランカスター、バーン・ストーマーズに所属。ロサンゼルスでも特に犯罪の多い地域として知られる、サウス・セントラル地区出身。母親は、ロビンソンが悪い道に進まないように、 できるだけスポーツをやらせるようにした。MLB によるインナーシティでの野球復興プログラム、リバイビングベースボールインナーシティーズで指導を受け、かつてダリルストロベリーを排出したクレンショー高校に進学した。9年生の時には住んでいたアパートがギャングの銃撃戦に巻き込まれ、ロビンソンとその家族は海よく難を逃れたが、友人の一人が負傷した。それ以来、 学校へは野球部のコーチが車で送り迎えするようになった。2005年のドラフト10順目でロサンゼルスドジャースに入団。2011年7月31日にエリック・ベダードをボストン・レッドソックスに送る三角トレードによってシアトル・マリナーズに移籍した。同年8月5日のロサンゼルス・エンゼルス・オブ・アナハイム戦でメジャーデビュー。 2012年11月20日にロバート・アンディーノとのトレードでボルチモア・オリオールズに移籍した。2013年は参加トリ AAA のノーフォークタイズでプレーした。オフの11月5日に FA となった。2014年1月22日にフルス・ドジャースとマイナー契約を結んだ。マイナーリーグでプレーした。オフに FA となった。また、 リーガベネソラーナでベースボールプロフェッショナルに参加し、レオネスデルカラカスでプレーした。2015年4月13日に独立リーグであるアトランティックリーグのロングアイランドダックスと契約を結んだことが発表されたが、20日にアリゾナダイヤモンドバックスと契約を結びダックスを退団したことが発表された。6月22日に解雇となり、7月2日に デトロイトタイガースとマイナー契約を結ぶ。11月6日に自由契約となり、オフはベネズエラのウィンターリーグでプレー。2016年2月23日に、独立リーグアトランティックリーグのサマセットペートリオッツと契約。7月23日にトレードでランカスター・バーンストーマーズに移籍。2018年まで所属した。2019年3月16日に、 ピッツバーグパイレーツとマイナー契約を結び、AAA 級インディアナポリスインディアンズに配属された。11月4日に FA となった。2020年2月25日にシカゴホワイトソックスとマイナー契約を結び、AAA 級シャーロットナイツに配属となったが、新型コロナウイルスの感染拡大により、マイナーリーグが開催されなかったため、 試合に出場することがないまま7月13日に FA となった。2021年4月15日にアトランティックリーグのランカスター・バーンストーマーズに3シーズンぶりに復帰した。ありがとうございます。